先日は TBS があかりちゃんのみ報道しなかった事件が起きましたが、なんと今度は NHK があかりちゃんのみ静止画で報道したことが話題になってます。4月9日のお昼頃には凱旋の休憩の間にあかりちゃんが事務所からライブ配信してましたね。この時も NHK のことが起こってました。NHK の放送というのは4月8日18時40分頃放送されたもの。乙武、立憲の酒井さん、維新の金沢さん、参政党の吉川さん、無所属須藤元気さん、無所属秋元司さんはアナウンサーの紹介とともに本人が話している動画と音声が流れている。そしてあかりちゃんともう一人根本涼介さんという人も出てるようで、この二人は画像だけでした。この根本さんは翼の党の幹事長らしい。なんか黒川のところからも出るとかコメントにあったけど、この人のことなんよね。4月8日に記者会見してるから、この人の場合は動画が間に合わなかったのか。そんなことはないわね。4月8日午後1時に記者会見してるから十分動画はあるはず。あかりちゃんも記者会見の動画はあるはずやから、2人だけ出さんってのはやっぱり差別を感じるね。共産党の小堤あずまさんは立憲と共闘ということで出馬取り下げをしたみたいやね。この放送の URL は概要欄に記載しときます。動画と本人の肉声が流れることでかなりインパクトはあるね。乙武は出馬表明のところを映し出してて45秒あったとあかりちゃんが言ってたね。それに比べてあかりちゃんは15秒だったとのこと。翼の党の根本さんは一番最後で本当に目立たないというか、写真もなんだかトリミングしてあるのか写真写りが悪いわね。はっきり言ってあかりちゃんと根本さんはアナウンサーの紹介のみで目立たなかったし、なんだか写真も暗い感じだった。あかりちゃんが言うには、東京オリンピックの時に入場式の時のイランの紹介をアラブの国って NHK が紹介したんで違うと思ってツイッターにイランはアラブじゃないと投稿したら、 NHK のアナウンサーが申し訳ありません、先ほどイランをアラブと紹介しましたがイランはアラブではありませんでしたと訂正したらしい。それで NHK に恨まれてるって言ってたけど、どうなんかね。そのことで NHK が恨んでたかどうかは分からんけど、単純に時間調整かもしれん。全員紹介すると時間が足りなかったってことかもしれんとは思ったけど、おとだけだけ45秒でダントツで長いのはおかしすぎる。こんな投稿がありました。高橋 X 亮、おいおい、 TBS に続き NHK が東京中国選挙のニュースで飯山あかり氏を静止画で短く紹介して、他の候補者は動画で詳しく解説。なんでこんな不利になるように仕向けるんだ。3分30秒あたりから乙武氏46秒、酒井氏36秒、金沢氏37秒、吉川氏37秒、須藤氏22秒、秋元氏28秒、飯山氏静止画で15秒。これ公平か、舐めてんな。乙武は46秒もあったんか。ダントツに長いね。6人全部で206秒。あかりちゃんと根本さんが15秒ずつの30秒とすれば全員で236秒。単純に8人で割ると 29.5 秒になるから、やはり1人30秒換算で紹介と動画をすればいいと思うわ。順番も気になるけど、まあそれは考えないこととしても、だいたい1人30秒くらいで平等なんで、そうすれば不公平はなくなる。なんでそういうことをせんのかね。いちいち
紹介の秒数まで差をつけてね。TBS の時は全く報道もせんかったから、それに比べて NHK は紹介はしてるぞってことなんやろうけど、やっぱし差別を感じるわね。だいたい公共放送なんでしょ。それも国民から受信料まで取ってるわけやから、やっぱし公平さが必要やね。あかりちゃんが NHK の受信料払ってるかどうかはわからんけど、もし払ってたなら、ほんと頭にくると思うわ。それに、まるで乙武が当選してほしいかのように、トップで一番長く紹介してる。乙武の動画では、誰にでも等しくサポートをする存在。それが政治です。今困っている人、今サポートを必要としている人々の力になりたい、みたいなことを言ってたけど、聞こえはいいわね。そういう人がなびきそうなところを切り取って流す。乙武は、すごいリベラルやけど、そのあたりが隠されてる。テレビだけ見てる人たちは、いいこと言うな。なんて思うわね。特にお年寄り。おたたけの本質を知らないと、本当に日本が変な方向に行ってしまう。それがわからないまま投票することになりそう。公共放送が堂々と差別するんやから、本当マスコミは終わってるわ。たく。これは本当に、国民から強制的にお金を取っていて許されない行為。テレビの管轄は、総務省。電話番号は以下の通りなので、きちんと説明を求めてもいいかもしれませんね。電話03-5253-5111。 TBS の時は NHK 党の浜田さんが総務省に動いてくれたけど、今度はまさに NHK 党が問題にしてる NHK。 今度も動いてもらいたいね。4月8日のあかりちゃんのライブでは、自転車に乗っていろんな場所に出向いて演説したって言ってたね。人がいないところで演説すると、聞いてくれて手を振ってくれたり、出てきてくれたりしたって言ってた。そういうことやないかな。テレビは偏向報道するから、やっぱし人に触れていくことを地道にしていくことやと思う。それと、おたたけの危険性も知ってもらいたいね。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。